オリン・グラント・ハッチは、アメリカ合衆国の政治家、ユタ州選出のアメリカ合衆国上院議員、上院会議,議長を務めた。共和党所属。ペンシルベニア州ピッツバーグの生まれ育ちだが、両親はユタ州育ちで、末日生徒、イエス・キリスト教会の信徒であり、オリンも、また同教会信徒となった。溶接したものを含めて8人の兄弟姉妹がおり、 兄の一人であるジェシーは第二次世界大戦時に陸軍航空軍で B-24 の重視を務めオーストリア上空で撃墜され戦死している。貧しい家庭であったが、オリンはブリガムヤング大学に進み、1959年に歴史学の学士号を取得する。1962年にはピッツバーグ大学ロースクールでホーム博士資格を取得し、弁護士となる。 1969年にユタ州へ移り、引き続き弁護士業を営む。1976年、ユタ州で現職の民主党、フランクモスを破り合衆国上院議員に初当選。1982年の改選では、ソルトレークシティの現職市長であるテッド・ウィルソンをり溶け再選。以降の改選ではいずれもに、3程度の得票率で圧勝している。 1981年から1987年まで上院保健教育労働年金委員長を務める。1993年から2005年までは上院司法委員会で筆頭理事と委員長を交互に務める。2000年大統領選挙では共和党予備選挙に出馬しウェブのユーザビリティを争点に掲げるが先行するジョージ・ W ・ブッシュをジョン・マケインが 追う展開に埋没し、ハッチは1月26日に撤退して、ブッシュ指示を表明する。2011年に上院財政委員会筆頭理事に就任。2014年中間選挙で共和党が上院多数党となったことから、多数党在職期間最長議員として、翌2015年より上院会議長に就任。また、上院財政委員会では委員長に承認。 2016年からは、両院税制合同委員長も兼任。2016年大統領選挙の共和党予備選挙では、当初はジェブ・ブッシュを支持し、ブッシュの撤退後はマルコ・ルビオを支持。ドナルド・トランプが大議員過半数を獲得した後に、トランプ支持を表明する。2018年1月2日に、 同年の改選への不出馬を表明。共和党からは元、指名大統領候補のミッド・ロムニーが後継に名乗りを上げ、当選。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。映画業界や音楽業界をはじめとするコンテンツ産業の権利強化を主張する論客として知られ、2003年には著作権侵害行為に使用されているコンピュータを破壊する死刑権限を著作権者に与える。 法案を提出して、物議を醸す。また、翌2004年に、パトリック・リーヒと共同で提出した、インドゥース・アクト案は著作権を侵害する目的で、使用される可能性がある機器の製造、譲渡に対して、刑事罰を犯すものであったが、この法案が成立すると、iPod の使用すら禁止されるのではないかという、反発が、インターネット上を中心に広がった結果、 電子フロンティア財団の主導によるものをはじめとする大規模な反対運動が勃発し、成立断念に追い込まれた。ありがとうございます。